逃げるのも選択肢の一つだぞ。撃たないから約束する。どこに来た？81、言うなれば狂ったヨステ人の集まり。時折巡回が睨むが、通常は密閉されている。そこで待て、ボルト81セキュリティ。その壊れていないピップボーイはどこで手に入れたか知らないが、説明してもらえるかな。ボルト111で手に入れたの。ボルト111、聞いたことがないな。81には何の用だ。ちょっとトレードしに。ああ、そうなのか。そんなこと信じるとでも。ま、監督官。それは誰？エドワード。連邦からの旅行者です。いつものトレーダーではありません。なるほど。入りたいのなら他の人と同じようにやってあげて。話をさせて。悪かったわ。オフィサーエドワードは仕事をしたまでなのよ。警戒する必要があることは分かってもらえるはず。新しく来た人には交換条件を飲んでもらうことになってる。助けてもらう代わりに助けてあげる。でも私もボルト居住者だから仲間よ。普通に入れてくれない？すいません。マクナマラ監督官が来る前にボルト111出身だと言ってました。作動するピップボーイも持っています。そうなの？許可するわ。エドワード、ドアを開けてアナウンスして。オフィサーエドワードと2人で入り口に行くわ。働きっぱなしだ。休憩が必要だ。それはみんな同じ。カル、そんなこと分かってないとでも？できることをできるだけ頑張って。頼んでいることはそれだけ。ああ、何ができるか考えるよ。でもこんな風に続けるのは無理だって分かってるだろう。ごめんなさい。もうすぐ分かると思うけど、メンテナンスプロジェクトがいくつか進行中なの。グウェン・マクナマラ監督官よ。ボルト81へようこそ。ボルト居住者の仲間に出会うのは初めて。そのボルト111はまだ稼働中なの？いえ、
もう稼働してないわ。それは残念ね。何が起こったの？何か悪いことが？ポッドの中で冷凍されてた。でも何かが誤作動したの。そんな、誤作動のせいでそんなに多くの命が失われた？許せない。私たちは恵まれてたのね。2世紀以上ボルトをうまく維持してきたことを誇りに思ってるわ。完全に自給自足したいんだけど、どうしても調達できない資源もあるのよ。そんなに長い間うまく維持してるなんてすごいわね。ありがとう、前監督官のおかげね。でもみんながそう思ってるわけじゃない。連邦に門戸を開いたことは間違いだったって思っている人たちもいる。交流するのはいいことだと思う。連邦も良くなってきてる。そう聞いたけど、まだまだ長い道のりね。じゃあ仕事があるから、何か必要なものがあったらオフィスにいるから。悪い報告なんか一切聞きたくないぞ、アウトサイダー。また外部の人間？何のために入ってきた？見て回っているだけ。へえ、最近じゃ監督官は誰でも招き入れるのかい？同じくボルト居住者よ。あんたがどっから来ようがどうでもいい。それはここじゃないんだから。面倒なことを起こすなよ。話が聞こえてきています。ちなみに隣町だっていうダジャレではないですからね。立派なビジネスウーマンを一緒に花なしボーピーさんは連邦では仕事したり。放射能の兆候なし、見事だ。アッシズ、そんなとこで何を。連邦って面白そうね。それでいて危険みたいね。アッシュ、ピップボーイの調子が悪くなったことない？こっちは最近故障しがちさ。ボルトスーツを着てるかもしれないが、監視してるからか。それではエルトン・ブリットのプラニウム・フィーバーをどうぞ。頭に残る曲です。気をつけろよ。
古き伝統の略奪なり。すみません。えい、あのレーダーどもはこの時期の蚊よりもしつこいな。アッシズ、家に帰って。エリンが寂しがってる。美味しい食事が望みならカフェテリアのマリアに会いに行くといい。何か作ってくれる？問題を起こしていないといいが。ボルトに入ったからには君に目を光らせているからな。みんなに親切にして慎重に行動しろよ。ドクター・ペンスキーがここで水耕栽培のラボを運営してるのよ。興味があるなら何か仕事があるかも。お嬢さん、本当に連邦から来たの？ええ、そうだけど。やっぱり、もしよければボルトの周辺を案内するよ。たった5キャップで。オッケー、案内して。オースティン、ほら、キャップよ。やった、エリンに会わせなきゃ。喜ぶぞ。ついてきて、今から考えておく。これが貯蔵庫。コムズ一家が管理してる。エリンとは親友なんだ。エリンのお母さんとお父さんはよく喧嘩してるから、二人がいるときは行きたくない。でも何か必要なものがあるならあの人が持ってると思う。そうなんだ、オースティン、教えてくれてありがとう。ほら、いろいろ知ってるって言ったでしょ。次は監督官です。いろいろ変なものを殺してきたんだね。レイダー、レイダーとも戦ったことはあるでしょ。監督官のオフィスはあそこにある。あそこは忙しいから邪魔されるのを嫌うんだ。監督官は規則を作る。でも優しい。監督官のことは好き。監督官か。取り仕切る人が必要だからね。うん、会う必要があるならあそこにいるから。次は食堂です。下に降りないと。食堂は下にあるから、みんなそこで食べるの。時々すっごく混むんだよ。サマーセットさんたちはいい人たちだよ。気に入ると思う。こんにちは、オースティン。連邦からのお客さんを案内しているのね。そうです。
ここはサンシャイン食堂。せっかく作ったものを残飯みたいにされるっておばあちゃんはいつも言ってる。サマーセットさん夫婦が経営してる。すごく優しいよ。ミセスサマーセットのパイは、お腹が空いたらここに来るわ。おすすめだよ。パイを一切れ取っといてあげるわね、オースティン。次はホレーシオです。優しいって言ったでしょ。自分の髪の毛好き。僕は自分の髪の毛好き。櫛ですくのは嫌い。オースティン、全くモールラットの巣みたいな髪の毛をして。ここはホレーシオがみんなの髪を切ってくれるところ。エリンのお母さんがいつもここに来てる。おばあちゃんはほとんど来ない。僕には切ってこいって言うくせに不公平だと思う。新しい髪型にしたくなったらここに来るわ。髪切るのって嫌い。次はおばあちゃんです。おばあちゃんに会いに行こう。一緒に住んでる。本当のおばあちゃんじゃないけど、両親は小さい時に死んじゃった。おばあちゃん。オースティン、何をしてるの？連邦の人の邪魔をしてるの？邪魔してないよ。助けてあげてるの。うん。あれがおばあちゃん。世話をしてくれてるの。ドクターペンスキーって呼んでいいよ。不愛想なふりしてるけど本当はそうじゃないんだ。まさか。水栽培ラボを運営してる。食べ物はみんなそこで手に入れるんだ。そうなの。よく世話をしてもらってるのね。思い出した時だけね。それか忙しくない時。口に気をつけなさい。次はケイティ先生です。こっち早く。ボルトの反対側に行かないといけない。どんな学校に行ってるか見せてあげる。学校なんて行かなくてよかったんでしょ。これが学校。ケイティ先生が運営してる。ほとんど退屈なだけだけど、おばあちゃんがとにかく行けって。おばあちゃんは賢い人だね、オースティン。子供たちがみんな教育を受けられてるみたいでよかった。そうなのかな。次は診療所です。下に行こう。診療所を見せてあげる。ドクター・フォーサイスとレイチェルもいいって言うと思う。でも病気にならない限り行かない。それかおばあちゃんに行けって言われない限り。これが診療所。怪我をしたり病気になったらここに来ればいいよ。働いてる時には邪魔をするなってドクター・フォーサイスに言われてる。そうなんだ。助けが必要になったらここに来るわ。注射は苦手じゃなかったらいいけど、ここではよく注射してくるから。次はエリンに会いに行くよ。連れて行ったらエリン驚くだろうな。来て、こっち。エリンとはいつも一緒にいるんだ。連れて行くって言ったけど、エリンは信じてなかった。見て、連邦の人たちだよ。本当に連邦から来たの？ええ、そうよ。連邦の人だなんてかっこいい。お客さんなんて久しぶり。
ツアーについてきてくれてありがとう。みんなに自慢できて本当に楽しかった。出かけるぞ。待たなくていいから。アッシズ、見つけてくれたの？ありがとう。すごく心配してたの。またどういたしまして。無事でよかった。アッシズ、悪い子、心配してたんだから。きっとママにお風呂に入れるように言われるわ。お風呂は嫌だね。でも戻ってきてくれてよかった。多少休暇が取れるのなら何でもやっていけそうだよ。気をつけてね、アウトサイダー。あら、お礼しよう。イメージチェンジがしたいならサロンに寄ってくれよ。本当にここに着いたばかりなのね。連邦の外でたくさんの冒険をしてきたんでしょうね。外では目が覚めている間が冒険なの。ああ知ってたわ。子供たち、その話を聞きたがるでしょうね。私のクラスで話してみませんか？喜んで話すわ。素晴らしい。授業中いつでも立ち寄ってくださいね。授業を止めてあなたの方にクラスの注目を向けるわ。いや、ようこそ。ずうずうしくないといいんだが、頼みたいことがある。医療用サンプルをいくつか寄付してくれないか。血液サンプルだけでもいいんだが。もちろん、血液サンプルを取ってもいいわ。素晴らしい。ちょっと座って、採血する。そこに座って、数秒で終わる。よし、ほとんど痛くないだろ。ありがとう、かなり助かる。今すぐこれを準備する必要がある。こんにちは、ドクター・フォーサイス。連邦にある医療施設がどれだけ衛生的なのだろうか知りたいと思うことはよくある。ここにいる間、ホレーシオに会いたい。アレクシスが、あら、マリア。グエンが受け入れた新しい人はあなたね。新しい人に会えて嬉しいわ。いいところね。ありがとう。マークと一緒にきれいに片付けてるの。サンシャインダイナーって呼んでいるのよ。旅の途中で食べ物が必要になったり、お腹が空いたら声をかけてね。連邦ほどメニューに異国的情緒はないけど、でも困った時に役に立つわよ。品物を見せてほしいの。ゆっくり選んで。
このパイはカルビンと彼の仲間のためのものよ。今彼らがボルト81での仕事は終わることがない。それはなんだ。そして女の子を悲しませる。私の妻がそんなに冷血感だとは思わない。まあこのパートナーを40年以上の結婚生活、ステルスボーイを披露してずらかりたい時がある。今はその選択肢がいいわ。いいね、ボルトスーツがよく似合ってる。ネジを置いたっけ。連邦のお客様、ようこそ倉庫へ。散らかってますがご勘弁を。最近片付ける時間がなくて。気づかなかった。お気遣いありがとう。私にできることがあったら言ってね。ちょっとしたものをいろいろ揃えてるの。200年以上の品物を取り扱っていると、作業が狂ったように増えていくの。時には何とか生計を立てていくのがやっと。でもそんなこと聞かない方がいいわ。何か見たいものがあったら言ってね。品物に興味があるかも。それはよかった。いろいろな雑貨を揃えてるわ。総帥、水が変な匂いになってる。すみません、何かお探し？たくさんの品物を揃えてます。一人でここを経営してるの？そうね、主人のホルトがいるけど、必要な時にいたことがない。この猫の方がよっぽど役に立つことは確かね。ご主人はかなり当てにならない人みたいね。何も知らないくせに。必要にならなくなったものがあるの？それともおしゃべりするためにここにいるの？今日はダメね。もしあったら私に任せて。
すみません。新しく入った子だろ。ボルトに誰かが入ったって聞いたんだ。どのくらいここにいるつもり？じっくりとあたりを見て回ってからかな。ふん、そんなに長くないって意味だといいけど。ここ81ではお互いに面倒を見合うんだ。近寄ってくるはぐれた旅人をいちいち受け入れる必要なんかない。ゆっくり見て回って。監督官、居住者にはよそ者に対してよく思わない人も同じくらいいるわ。だから彼らの言葉を全員の言葉だと思わないでね。
電線管の取り替えが必要じゃなかったら驚きものだね。今あのレンズを持っていたのに。外の人、お願いがあるんだけど。役立たずのボビーにジェットをくれって頼まれても追い払ってくれない？分かった。ジャンキーのくせに軽率なことばっかりやる。もし捕まったらこっちまで面倒に巻き込まれる。こんな缶詰みたいな場所からはさっさとおさらばしたいと思ってるから。面倒は困るの。中毒になってるならやめさせた方がいいと思うけど。やめさせようとしてないとでも。1週間も部屋に閉じ込めたこともあるのに、2日も経たないうちにまた使ってたわ。本当のことを言うと少し責任を感じてたの。ボビーに薬を渡してるのは私だし、縛ってるのも私だから。でももうそれはやめる。あの役立たずはもう手放す。それはいいわ。ボビーを救うにはそれが第一歩だと思う。もっと早くそうするべきだったんだけど、いろいろ事情があったもんだから。おい、外部の人間か？迷ったのか？トレードはこんなところではやってないぞ。ただ見て回ってるだけ。へえ、ここでは見るもんと言ったらボロボロのジェネレーターぐらいしかないが。ああ、それともしジェットを持ってたら譲ってくれないかな。75キャップでどうだ？それはできないわ。くそ。まあ心変わりして恵んでやってもいいと思ったらまた来てくれ。ティナには言わないでくれ。またごちゃごちゃ言われるからな。メンテナンスの依頼はデルーカさんにお問い合わせください。注文を受けた順番に処理されます。依頼なんて何もない。お互いにとっていいことですね。待つことがお好きなら別ですが、デルーカさんは良かれと思ってやっているのですが、まあ彼には決断力が多少欠落しているとでも言っておきましょう。彼の堅実さに関係しているようです。典型的なボスのようね。そう言われるとホッとします。前任者に比べて彼は機械に関する知識がほとんどないのです。無能な人と思いがちでしたが、こと委託することに関してはトップクラスですね。